今の俺意地悪かった？ひびきちゃん。そうなの？私よくわかんないよ。でもね、ひびきちゃんの気持ちわからないでもないよ。足利島大花火大会はこの辺の若い連中にとっては恋の大イベントだからね。だよね。これを機会にあっちでくっついたりこっちで別れたり、数々のカップルが誕生しては消えていく。そう、大宇宙の営みそのものだよな。それはあらかじめ DNA に書き込まれている単なる予定調和に過ぎないのかもしれない。こうして科学であらゆることを割り切れる世の中になったというのなお、なぜ人は恋をするたびときめくのだろう。不思議だな。気まぐれに書いたシナリオのように、どれもが特別でどれもがありふれている、無数の物語に過ぎない。なのになお、なぜ人は恋をするたびときめくのだろう。熱く身を焦がす恋愛、あなたは憧れるだけですか？恋愛をする暇がない、正しい恋愛の方法がわからない、そんなお悩みにお答えするのがこのラブマシン、ラブトロニック。使い方はとても簡単。気になる部分に設置してスイッチを入れるだけ。原理は今話題の EMS、 電気刺激で自動的に胸のときめきを促し、締まった心を自然にたるませます。たった1分で600回もの心拍運動に匹敵するのです。おお、これには本当に驚いたわ。自分が何もしていないのにハートがときめいてるのがわかるの。恋の予感って感じね。ラブトロニックは優しい恋の手ほどきからしっかりした泥沼の修羅場まで10段階の強度レベルが選べます。また7種類ものモード切り替えができます。すげー。あなたの恋愛レベル、目的など必要に応じたモードをお選びください。。じゃあカツアイ、
今話題の EMS ラブマシンラブトロニック。今回はラブトロニック本体と専用パッド、アタッチベルトのロングとショート、ボタン電池、キャリーケース、日本語版商品取扱説明書、隠し撮った正午の恥ずかしい写真、さらに EMS 専用ラブジェルをお付けして、9800円、9800円でのご提供です。さあ、あなたもラブトロニックで憧れの恋愛を手に入れてください。手に入れちゃおっかな。へえ、高いよ。お申し込みは今すぐ電化 198-765-432-108 までどうぞ。ハートに火をつけて恋の打ち上げ花火お待ちしております。早すぎてメモれなかったよ。なんてブームもあったよねと言いながら遠い目をする俺。あったよね。え、なんでなんで、それってどういう意味？響きちゃん遅いんだよ。つまりもうすごく古いってことさ。大人がね、めちゃくちゃ泣くですよ。やめてやめて、ダメよ。やめてダメ、くっつけちゃダメよ。お腹と背中が、ギュー。それだ、それがキュレウイルス。どうして誰もいないの？みんなどこ行っちゃったの？みんなどこなの？なんで私のプリンがないのよ。食べたわね。世にも奇妙な物語盛り、夏の恐怖スペシャル、7月18日木曜放送。奇妙な恐怖の世界を保るのはあなたかもしれません。優しくね、急がないでいいよ。ここに、ずっとここにいるんだからね。うん、2番も聞く？今日は正午といっぱい喋れたから、私すごい嬉しい。
曲でね、明日も晴れるといいねっていうのあるよ。ねえ、翔吾、聞いてる？本当？本当にちゃんと聞いてたの？じゃあさ、今の私の説明に対する翔吾の見解は？ん？それってどうよ？私はまず翔吾の考えから聞きたいな。っていうか、今の私考えがまとまらない気分なの。っていうか、まとめたくないのかな。そうよ、だからね、翔吾のね、率直な感想っていうか、そうだな、君のその素直な気持ちが聞きたいな。翔吾がきっと私の役に立つ力になる、そんな気がするな。やだ、翔吾ちゃうちゃう、そんな重い荷物背負って上り坂眺めるみたいな目しないでよ。君は何も特別なことする必要なんてないよ。食べるよね。今日会おうねって約束したよ。眠いの？大丈夫？
蝶舞の目、今開いてる？じゃあ後でカフェでね。ショウゴ？ねえ、ショウゴ。というわけで、目を閉じて。ショウちゃん？その子、誰？あのね、翔ちゃん、翔ちゃんの後ろに乗りたいな。ダメ？ダメ、乗せたらダメ。ダメなの？ダメなの？でも、乗ってみたいな。少し？ずっとは？ずっとはダメなの？ダメ。少しってどんくらい？勝負だ！晩飯をかけようぜ！